とね、記事のコーナー、ハルちゃんとアストは3回の裏終了後に行います。ハルちゃんに記事が勝ちますと、ご来場いただいた全ての皆さんにいいことがありますからね、どうぞお楽しみに。さて、このカードね、一生一回となりましたね、つまるちゃんね、みんなの思いは果たしました。今日勝って、9月最初のカードを勝ち越すことです。勝利に向けてね、プレーしていきますという、こちらの選手たちも、今日集まっていただいたドラゴンズファンの皆様、選手たちがね、プレーしやすいホームの空間を一緒に作って、チームを通していきましょうね。そしてみんなで勝ちましょう。今後もよろしくお願いします。ご来場いただきました皆様にお願いです。衣装引き換えは必ずマスクの着用をお願いいたします。そして大声を出しての応援は皆さん控えていただきますよ。ご協力よろしくお願いします。いただきました。はい、スランちゃんの手前に寄っているあれですね。なんとこの時期に育て始めたの八重の小平のところに花が咲きそうですよ。花の花は感謝思いやりを、その力が10年分の感謝を込めてお送りいたしました。ぜひ皆さん育ててくださいね。また未来はスワローズコンテストに応募してくださった各人を球場正面7番地の1枚に展示しております。10周年のスワローズスケジュールですが、クリューディの通算成績は18勝18敗1分けとなっておりますからね。今日勝って勝ち越しましょう。選手たちも、そしてファンの皆さん、同じユニフォームを着て勝利に向かって戦っていきましょうね。クリューディ一緒に盛り上げていきましょう。チケットを、そして大変長らくお待たせいたしました、中日ドラゴンズマスコットゴーラです。今日のお越しください。お辞儀が深い。新しいボディーありがとうございます。いやー、小原先生、3日間ですけども、3日間の集大成、はい、ドラゴンズファンの皆さんも、小原の親子もね、楽しみにしてますし、あのパフォーマンスも皆さん期待してると思いますので、よろしくお願いします。はい、小原先生と小原先生の絡みも皆さん、どうぞお楽しみに。そうなんです、今日はね、総合作業で特別企画として5回裏終了後に芝生のチャレンジを行いまして、小原先生も昨日に引き続き参加してくれます。はい、今夜もね、スマクロが放たれた印刷を小原先生がキャッチすると、なんと生ビールが500円になりますね。昨日はあれは成功でしたね。さあ、それでは今日のプレイヤーズにコメントいきますよ。スマクロビールをご覧ください。東京ヤクルトスワローズの浜田大輝です。本日もご来場ありがとうございます。今日も全力でチームの勝利に貢献します。今日も熱いご声援よろしくお願いします。さあ、今日22回目の大賞の浜田大輝選手、22回目でした。私のスイングでパースが出場です。ブレックしています。さて、今シーズンも野球球団全国優勝では新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた様々な取り組みを行っております。スーパーから視聴でどうぞ確認ください。腹話術人形ゆうちゃんのチャンネル登録、高評価お願いします。